はい、確かにね、一番じゃなくてもいいわけなんですよ。でも私はね、一番になってほしいなと思います。で、その考え方が今回吉谷さんが言われたのにピタッと当てはまるんですよ。じゃあどの世界で一番になるんですかってことですよね。ビジネスの世界で一番って言ったら、これはまあ難しいですし、ビジネスの何の一番なのってことにもなってくるんで、はっきり言ってね、トンチみたいな話になってきます。で、私がまずね、どこで一番になろうとしたかっていうと、広島なんですよ。広島でインターネットで1万円以上稼いだことがない人の世界の中で一番になったのが速稼塾ナンバーワンネットビジネススクールですよね。当然ですよね。だって1万円以上稼いだことがない人を集めて、その中で久保哲郎の速稼塾一番ですって言ってるんですから、それは一番でしょ。しかも広島に限定してますからね。だから最初は半径2キロぐらいの本当狭い範囲の中で、私は大山の大将になることにしたんですよ。これを小さいマーケットでトップに立つって言います。どのぐらい小さいマーケットでトップに立てばいいかっていうと、マーケットには自分ともう一人しかいないっていう関係でもいいんですよ。よくないですか。それをだからね、数千人、数万人、数百万人の中で一番にならなければっていうふうに考えると、富士山みたいな考えになっちゃうんですよね。38万平米のこの日本の中で一番高い山、富士山1個ってなると、ほとんどの都道府県が富士山を持ってないわけですから、じゃあ富士山がある静岡とか山梨だけなんですかって話になっちゃいますよね。でも私の住んでる町にもこの町一番の高台ってあるんですよ。で、自分が住んでる環境ってほとんどが自分の、ね、町内じゃないですか。ってことは、町内で一番高いもの、町内で一番美味しいもの、町内で一番素敵な場所、町内で一番かっこいい男私じゃないですよ、町内で一番素敵な女性みたいなね、そういうふうな自分の生きてる範囲の中で、そのちっちゃい世界の中で一番っていうものがあればいいし、自分の活動範囲の中で自分が何かの一番になってれば十分なんですよ。だからこの小さいマーケットからまず支配していくっていうことを皆さんもね、心に置いていただければ、何もですね、何か特定の分野、例えば楽器の分野で一番じゃなくてもちゃんとやっていけるんですよ、ね、楽器の分野で一番になろうと思ったら、それこそね、ダイヤモンドユカイさんとかね、なんかよくわかんないですよ、ギタリストすごい上手な人いっぱいいると思います。よっちゃんとかね、なんかザ・グッバイのよっちゃんですか。それから木村拓哉さんもね、ギター弾きますけども、ああいう人と比べて、ギターの世界で一番だっていうのは難しいですよ。でも我が家で一番、これはなれるじゃないですか。っていうことは、大草原の小さな家のお父さんじゃないですけども、家族の中で唯一自分だけがね、バイオリン弾けますから、いつもバイオリンを弾くとお父さんすごいになるわけですよ。それでいいんですよ。それでまず小さいところから一番になって、そしてその小さいところをちょっと大きくしていく、そしてちょっと大きくしたところでも一番かなっていうのをね、ずっと繰り返していけばいいんですよ。そしてこれは私の攻め方ですけども、広島で一番ですよってことを中国地区5県で表現するんですよ。広島で一番でしたって言ったら、今度中四国で一番を目指すんですよ。で、今度は西日本で一番でしたみたいなことをね、やっていくんですよね。まあ、そうすると日本で一番にはなれないまでしてもね、そこそこのところには行ってるように見えるんではなかろうかというね、そんなね、ずるい戦略でございました。でも皆さんもこれ使えますんで、ぜひやってみてください。今日はね、西アークラソンという人口1400名ぐらいの街に行ってきましたけども、この1400人の中で自分しかできないことっていうのが必ず探せるはずなんですよ。でも多くの人が参入しているマーケット、例えばね、村で一番みたいなのは、すでにもうそこにはね、過当競争、すごく難しい競争があるわけですよ。少なくともライバルが数百人ってことになってきますからね。じゃあ、西アークラソンという1400人しかいない町で一番なんですか、大食いの人っていうのは、なんか慣れそうじゃないですか。あと何日間かね、食べるのを我慢できる人みたいなとかね、なんか変な一番とかもね、小さいマーケットだったら自分でも一番になれるっていうところから始めていけばいいんじゃないかなと思います。それが私のね、一番じゃなくても一番になる方法かなというところでございますね。では失礼します。